よー、いらっしゃい。へえ。何？疲れてんの？会いに来たぜ。してますからね。今は暇？今は暇だよ。あ、まあ、さっきまで店はね、いっぱい人来てくれたから、どうしてたけど。半グレなもんで。半グレして何してんの？気が向いたら犯罪はしてるの？うん、気が向いたらってか、マジでやることなくてバカ暇だから、定期的に犯罪して。なんだ、アングレまだな、なんか最近なんか犯罪始めましたみたいな、うん、とかに犯罪を教えたりして、うん、店開けて、あとギャングに媚び売って終わり。あ、それこそなんだっけ、花摘む時とかさ、うん、マトリぶち殺すためだけに呼んでくれって感じ。ああ、手伝うよってね。そう。花摘んでる間、ファームしてる間護衛するよ。結構時間あるけどね、それ。1回あたり3、40分くらいかかるけどね。定期的に通報するから。やば。呼ぶから。やばすぎるでしょ。はあ、あれは？ん？うん。なんか傭兵家業だの運だのとかって始めてる人たちいるじゃない？ああ、はい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 。そういうところには行かないの？んー、いや、まあ、いや、多分世話にはなると思うけど、そんな深く関わるかって言われるとわかんねえって感じ。そっか、うん、なんか組織によって、ギャング組織によってなんかその傭兵グループに対する印象がだいぶ違うみたいで、うん、はあ、なんか言ったらなんかそのギャングの前身みたいな、一時期のやろやみたいなさ、うん、風になんかこのギャング、ゆくゆくはギャングになるんでしょうみたいな風に思ってそうな組織もあれば、あ、もっとフランクに捉えてるところもあるし、うん、俺はどっちかっていうと、なんかそのハングレが大型行くための、なんだろう、転職ビジネスじゃないけどリクナビネクストみたいな感じ。俺もそうだと思ってるよ。足掛けになってるだけだと思ってるし、別に向こうは向こうで組織としてやって、ギャングになったら逆にやりづらいだろうから。そうそうそう、多分ギャングにはならないだろうね。まあその大型触りたいだけ、うん、俺とかがなんか登録だけしといて、うん、依頼がありましたって言われた時にホイホイって言って大型しに行って警官ぶち殺すためのプラットフォームぐらいにしか考えてない俺は。あ、ね、じゃあいっぱい指名してあげるよ。まあね、暇してますから。指名料上乗せするわ。コネコネしてた。あ、でもぶっちゃけだから俺とかはそのただつな、あの関わりあるじゃん、もともとの関係値があるから。あるね。だから別に個人に頼んでくれる分にはそれはそれで、うん、別に普通に電話するかな、ぶっちゃけ個人に頼んで、
だからそう、俺はぶっちゃけ登録しなくてもいいかなという気はしてるんだが、まあでもそれで機会損失になれるのも嫌だなと。まあね、広くやった方がいいよ、うん、やる分には。でもそれでね、なんかあそこのやつだからみたいな風にうがって見られるのも面倒だなという気はする。ああね、まあ、でもまあなんかそういう風に見るところは割と多分もともと俺でもそんなにいい関係じゃないだろうから。うん、そうね。いい関係じゃない組織あるの？俺？コミネレーガ？文脈っていうか、その今までの付き合い文脈で言ったらアンブレラ系列とは。アンブレラか。まあアンブレラか、うん。アンブレラ系列か。アンブレラノーリミットか。まあノーリミットは正直よくわからん。シャンクズさんとはお話しすることはあるけど。あそこはそのアイリス視点マジで何アイリスとしてやってた時は全く関わりのなかった組織だからないな。そうだからイメージだけでしか話せない。要するにアンブレラから派生したところでアンブレラとよく行動してるから、まあ、アンブレラ一門なんだろうみたいな。確かに案外あそこ謎、うん、まあ、シャンクズさんとも会ったらお話はするけど、まあって感じ。うん、どういう組織体系で方針がどうなのかとかもまだ分かんない。そうね、うん、なんだろうね、分かんないね。分からん。大型は小宮さん呼びたいな。もう呼んでくれたらね、働きに行きますよ。かははは。マジでね、暇しすぎて寝てっから。ぶっちゃけ全然モズ呼びてえとかなるけど、ギャングに呼ぶってさ、もう島取りとかさ、うんたらだるいやん。絶対、はい、ね、声かけてる人からすると、まあ、なんかなんだろうな、まあぶっちゃけ島取りがだるいというよりはなんか、うん、こうってこうって決められてそれにへいって従うだけがいい。できるよ、うち。モズはね、うちみんなそうだよ、基本的には。まあ基本的にはそうでしょ。バーンさんがこうって言ってそれへいじゃん。なんそこは、うん、そこはいいとこだと思うよ。そこはいいとこだと思うけど、モズはね、まあわかると思うけど、モズはねちょっと問題を起こしすぎる。いや、うちはだから小峰さんみたいなタイプがあと2人くらい欲しいんだよ。やだよ、だってアイリスでそれが嫌で抜けたんじゃん。いや違う、プラスでそういう人たちがいる上で聞けば大丈夫だなっていう人を置いといて、問題解決は別に任せるわけじゃないんだよ。問題解決は最終的にバーサが出てくからね。問題解決は別にあのボス、うちのボスがいるし、君とさんいるし、俺がやるからいいんだけど、ね、通常時のね、なんかドンって構えられる人が欲しい。そうかな、まあ、ゼニとかも一応ドンって構えてない構え方がちげえだろ。そう、構え方がちげえだろ。ゼニはドンってあの裏口で構えてる感じ。あの腰にて、あの攻めてきてんの、そう、攻めてきてんの正面なんですけどつってドンつって裏で構えてる。あれは中身じゃ、あれは中身じゃなくて、あれだろ、見てくれだろ。胸張ってあれだよ、両手腰についてるだけだって。あんなゼニだよ。ゼニだよ。まあ、怪奇はね、悪い子じゃないんだけど、まあ、怪奇はジョバタイプよね。なんか愛すべきバカって感じで。ふん。ダイオもそっち系だけどな。ジョバはめっちゃ仕事してる。超頑張ってる。うん。ジョバは超頑張ってるよ。ジョバとかボアとか、その問題をあんまり起こさなくて、なんかちょっと元気な子みたいな子たちいるでしょ？モズにも。は普通に仕事頑張ってるし、大型もちゃんとやるってなったら頑張ってる。あ、ギャングは結局な、なんか適性、ギャングがというよりは人間はやっぱり適性があるから。あるね。あ、やっぱ慣れないところというか適性のないところに首突っ込んでいくとなんかいいことあんま起きないからな。まあボロしか電話だ、一生火起こししてるから。みんなキコ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 っつって、ひだねひだねっつって、でついたーってなったらバーンってなっちゃうタイプだから。
なんか、ね、火種ついたらそこに油注いで火燃やそうとするからみんな、うん、まあ火に油注ぐ天才ではある。燃やせ燃やせ燃やせーっつって、あいつはマジの天才。油油ドバ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 ーみたいな。いいんだけどな。まあね。島取りはなんとかなりそうな。あ、いや、なんとかはならないよ。ぶっちゃけ言ってしまえば。ならないな。うん。ならないかーい。うち今3人やね。なんとかならないね、それはね。3人でやるだけやって取られたらしょうがねえだろう、レベル。まあ、それはしょうがないね。うん。ぶっちゃけ別に、まあ、俺は。しょうがないし、うん。その。言ったらこれから続いていくことだから、今日どうなろうと別に向こうね1ヶ月後半月後どうなってるかっつったらまた分かんねえから。島守ってんのに精一杯ですっていう現状を変えるには島取られるのが一番早いんだよね。まあそうだね。うん、別のとこ行けるし、うん、持ってる以上守んなきゃいけないんだよね。そうそう。まあね、ぶっちゃけこのシステムだと守りにリソース割くと、ってか割かざるを得ないんだけど、守りにリソース割くと攻めらんないし、攻めにリソース割くと守れないっていうのはもうシステム的にしょうがないから、うん、よいしょ、大変大変よね。まあまあまあ、島のことなんて、まあ、ぶっちゃけどうだっていいんだ。チクちゃんとどうなの？ん？チクちゃんとどうなの？時間取れるときは一緒にいるけど、むずいね。まあ、ナタップが忙しそうってイメージはあるな。呼ばれるしね。なんなら2人で出かけるっていうのをちゃんと伝えてたとしても、無線で呼ばれたりするからね。俺無線外すもん。だろっつって。俺心配で無線外せねえんだよ。もうそこはもう外さないと。あれ言っておいでよ。浦島のさ、謎解き。浦島の謎解き何する？浦島で今なんかリアル脱出ゲームだ。ちょ待って、浦島何まず？え、あの会場レストランだよ。あそこ浦島っていうの？そうだよ。あそこ謎解きやったよ、俺も。あれもうやったの？出たのってこの1週間ぐらいじゃね？あれ別のやつもしかして新しいやつ？いや、わかんねえけど。会場レストランって謎解き。宝探しじゃなくて？宝探しじゃない。あ、じゃあ俺が知らない新しいやつだそれ。そうだね。それ知らないよ。誰でやっておいでや。気を見てるやろ。いいんでね。それはやってないわ。この街ね、そういう新しいものをやっていかないとね。いや、普通にオンオフがむずい。そうか？うん、定期的にオンになるから。まあ、それはな。シナパン来た。おはよう。おはようございます。あ、いいよ。おはよう。ハングルはね、時間があり余ってます。おはようございます。ハングルは時間あり余ってるね。あ、マジで暇。マジで眠い。やめて。存在しない弟を生み出そうかなと思う。いや、グすぎるだろ。あの、仮面してね、あの、魔女の酒場、このカウンターに座ってる4人プラス、あの、そこに立ってるコミネさんでロルとかフルパし始めるのやめてね。暇すぎて。暇すぎてあるかも。暇すぎて。やめてね。暇すぎてあるかもしれない。で、そこのでっけえテレビに、あの、コミネさんのヨネとか映ってね、やめてね。フルパート4 マスの酒場にてフルパートワーク4です。やっぱな、
サントスアメリカだからな。ロロ流行ってっからよ。まあまあ流行ってるね。流行ってるな。あと55分ですよ。ああ、そっか、そうだね。頑張れ、頑張れ。体をね。まあ、あまりにも暇すぎたら電話してきねえ。もしもし、あ、うつうつ。宝石今行けんの？そもそも。警察4人、あ、いるわ。したら、なんだっけ、魔女の坂。マリさん、ティアワンサブスクありがとう、天気。そうだね。はいよー。で、な、まあ、食べるだけ食べってあれなんだけど、ご飯欲しいんだよね、普通に。何があるのか覚えてないんだろ俺。そこの今ちょうど君が腰掛けてるところのキャンドルのところあたりにあるよ。これか。これいいよね。ああ。ブラッククリームソーダ20と、うん、ミートパイ20欲しい。いいよ。はあ、大変やね。暇になってみるとそれはそれで、ああ、まあ忙しかったのも大事なことだったんだなあって。そりゃね、なんかシンプルにさ、うわ嫌だなとかじゃなくて、うわ忙しいだったらまあね、まあね、耐えられるよな。やることある分にはいいからね。そうなん、やることのその中身だよな、問題は。個人完結するタスクならいいけど、そう、自分主導で忙しいとか大変なら全然なんとかなっても、ね、うん、人主導だとマジでだるいよな。めんどくさいね、合わせんのとかもそうだし、いちいち話さなきゃいけないし、人の意見聞かないと動けなかったりとかな。そうね、マジでなんか自分きっかけで起こしたんならお前自分でね完結させろやってどうしても思うしな。まあ本来はそう、本来はそう。みんながみんなそれできるとは限らないけどね。はあ、今からなんか、うん、ケンツが宝石店やりたいって言うから、ほう、そう、教えてあげるさね。いいじゃん。こういうことして最近は暇を潰してるわけよ。ああ、いらっしゃい。宝石店はそんなに準備いらん。ほう。一番弱いピストルあるやん。はい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 。ブラックマーケットで売ってるやつ。はい。ヘビーピストルとかじゃなくて、ただのピストル、これだけ必要なもん。じゃないとダメですか？じゃないとダメ。ああ、じゃあ俺ブラックマーケットわかんねえっすね。
東高速に B って書いてある、マップ開くと東高速に B って書いてあるところがあるんやけど、はい、ボーリング場。それはボーリングじゃなくてブラックマーケットの B やで、ね、東高速。ね、5000じゃない、3050番だね。あー、ここっすね。そう、本当だ。ここにブラックマーケットがあって、ピストルっていう名前のピストル買ってくる。はい。のが必要かな。まあ、もしくは作るんだね。クラフトで作ることもできる。なるほど。で、それ1丁持って、はい、樹脂取って、宝石店行って、ショーケース、銃を手に持った状態で、あのケース1個1個にEの筋肉で宝石叩き割っていくって感じかな。はい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 。以上、それだけ。で、そこからの解放条件とかは、そう、いつも通り。なるほどっす。ショーケースって全部でいくつ上げてか分かります？まあ数えりゃ分かるけど、ね、っていうことですね。そう、6の7、8、10、13、16、19、20、20箇所。20箇所了解です。ちなみに盗品ってどこで売るんですか？ね、砂漠の3018にドルマーク、黄色いドルマークがあって、そこが質屋って書いてあるんだけど、はいはい、ここで売れる。ありがとうございます。値段は日によって違う。まあ売るときはね、何売るかによるけど、コンビニで手に入る典型ゴールドチェーンネックレスだったら、あ、じゃあ盗品のか、盗品の宝石だっけ、はい、だったらコンビニのやつだったら大体55万以上だったらまあ売ってもって感じかな。これは大体58から59万ぐらいじゃないと売らないと。宝石店で、宝石店やって取れるものもそこで売る。あとね、気をつけなきゃいけないのは、宝石結構重いから、はい、体の中身130キロ以上開けといた方がいいね。了解です。20キロ前後でいつもやってるけど。それ大事ですね。ないかな。そのぐらいかなと思う。あと警察官のスワットの人数が、はい、そのショーケース1個1個割る瞬間に警察スワットの人数がその必要人数に足りてるかどうかの判定が行われるから、割ってる途中に3人とかになるとその時点で止まる、割れなくなる。なるほどな。もう今ちょっときつそうっすね。あ、今はちょっとそう、今の時点だと結構きつい。うーん、まあきついかもね。まあ今日はやめとくっす。まあ別にどっかのタイミングで増えるだろうから。ですね。まあこのタイミングでいいんちゃうという気はする。ちなみに今日街騒がしいじゃないですか。あ、そうだね。ファームしかやることないっすよね。いや、もう別に普通に小型やったらいいんちゃう。もちろんなんかそのそこに警察来てギャングがバチバチやってて、なんかギャングの島取りの邪魔したとかになったら後でなんか文句言われるかもしれないけど。そうっすよね。そこのリスクが、まあリスクはな、あるわな。うん、リスクあるかもしれないけど、なんかうーんって感じだから。って1時間おとなしくしてるかっていうと、なんか最近はおとなしくしてたけど、まあでもそもそも島取り自体が、ナダルさん集合地点どうしますか？周り見て周りの状況をしたいかなと思うけど。車が一番あるとこ一旦ブースティングでもやっていこうかな。そしたら2048だね。ザ48 OK です。このブースティングの車両との契約が全然ない場合ってお手伝いしましょうか。もうそもそもできないってことですよね。車の移動とかは大丈夫ですか？車両盗難契約が増えていかない場合はそれ抽選漏れてるから。ああ、なるほど。これに島取りに参加しろと行ってくるわ。おー、何
頑張って。お疲れ。すみません、ちょっと俺が話し込んじゃって。大丈夫です。